分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。首都高速3号線上り谷町を先頭に東名3キロポスト付近まで断続的に12キロほど渋滞しています。次におよそ19キロ先の首都高速都心環状線内回り芝公園を先頭におよそ25キロ先の首都高速都心環状線外回り江戸橋を先頭にそれぞれ渋滞しています。引き続き名古屋方面に向かっている方に落下物の情報です。この付近の1キロポストに路上障害物があります。ハイウェイラジオ東京よりお伝えしました。